はい、そういったわけでございまして、今夜はこちらたらこカルボナーラ、こちらをね食べていきたいと思います。オーマイパスタ、できたのが、完成したのがこちら。ですね、思ったより塩気があり、カルボナーラというよりは、このなんか海の幸のような感じですね。まあ、小池ポイントとしましては、70ポイント。たらこが入ってるだけに、ややピリ辛となっております。ピリ辛って言っても、もうほんの、少し感じるぐらいですけどね。まあ、カルボナーラとタラコということでね、なかなか面白いパスタでした。ピリ辛好きな人におすすめです。